を演奏いたします。各曲が表している動物のイメージ、非常に有名な曲ですので、どこかで聞いたことのある有名なフレーズも出てきますので、そういうところに注目してお聴きいただけたらと思います。それでは揃いましたので、音感アンサンブルで動物のシャリクサをお聴きください。Thank you.
が天国と地獄、あの曲のメロディーが亀となって登場しておりました。さて、どんどん参ります。次は第7曲です。